そうそう、やっぱりこう健康なことをね、そりゃそうや、そうですね、考えんとあんなことあるとやっぱりみんな、ああそうでございますよね。そうよ、急に急やったの。そうなんですよ。別に前兆があったわけでもないの。前兆教えといてや、もし俺らもなるかも。ああでも頭痛い時って怖いよね。怖いですよ、続くとね。俺もよう頭痛なんねや。あ、そうなんですか。そうやね、教えて。いやお前は後遺症やろ、なんか落ちたんやもんな、どっかから。は痛いんやろ。え？何じゃこのエピソード。騙されてたん俺。落ちたって子供の時なんか落ちたって言うてたやん。そういう風に言うて俺と友達になろうとしてきたやん。どんなきっかけやねん。なんか言うてたやん、ほんまに。やらしいきっかけやな。何言うてたよ。事件って言うて。この番収録が終わったら温泉行こうと思ってたんですよ前にね。はいはいはい。でじゃあヘイヘイのスタジオ行く前に、はいはい、ペットを飼ってるんで、はい、それをペットホテルに預けに行こうと思って、うん、でカゴを持って玄関出たら、うん、ピキーンと来たんですよ、うん、でこれ首のこの辺が、うん、であれなんか寝違えたかなんかそういう筋を違えたかなと思ってたら、エレベーター乗ってるうちどん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 手もしびれてきて、うん、わこれ どうしても迷ったんですけど、うん、まあでも温泉行きたいしと思って車に乗って走ってたら、うん、そのうちどんどん目チカ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 ーって周りの景色をみんなもうキラキラキラーってしてきて、綺麗やもう綺麗朝方やで、ね、ほうそれでペットホテルついて、うん、で餌の配分とか言うじゃないですか。あ、そうやんな。でそれもうほとんど喋れないような状態だったんですよ。自分でも何言ってるか分かんなくて、もうとにかくもう逃げるようにそこのホテル出てって、はい、そしたらなんか、うん、運送屋の兄ちゃんが「あ、桜井さんですよね」とか言って、うん、こっち具合悪くて、うん、言ってんのに、うん「サインしてください」って言われて、うん、でそれで運送屋の兄ちゃんもキラキラしてるもんね。それでまあこっちもでも怒ることもできないぐらいもう気力もなくなって、そのまま車乗って今度病院探して、うん、で病院行ったら、うん、うちではその辺その症状だったらうちで見れませんって言うんですよ。なるほど、なるほど。小さみたいな、ちっちゃい。でもかといって、うん、私たちの病院では、うん、そのそういった症状の方が行くような病院を案内することできないって言うんですよ。うんうんうん、だからここのセンターに電話してくれっていう。ややこしいな。ね、で電話してくれっつって電話の紙見たんですけど、うんうん、かけれないんですよ。こう持って紙は543とかあっても、最初の5だけ押したら、うん、あれその後なんだっけとかっていう感じで、はい、怖いな、怖い怖い怖いってなって、はい、とりあえず病院行ったわけで、それいやこんな事情で、うん、その病院の看護婦さん呼んで、うん、もうかけれないからかけてくれっつって、うん、あ、なるほど、で近くの病院で、その痛いとかっていうことじゃなかったんや、別に頭が痛いとかっていうことでもない。頭からもう手ですね、手が痛くて怖いね。ただこの話を聞いて僕がすごく気になるのはペットの餌の配合をちゃんと伝えられたのか、ペットは大丈夫やったのかなと。向こうはもっと偉いことになってたんだ。なんか1日ぐらい食えんかったんだ。あ、そうなんや。いやいや、やっぱそれは年齢考えたらね、もう気ぃせなあかん頃なんですよ。34ですからね。あ、34か、でも気ぃつけるようになったでしょ、彼がそうなったら。みんなそういうことないの、うん、ちょっと今まで酒飲みすぎたからセーブしようとか。そうや、ね、でもなんか僕以外はジム行ったり水泳やったりとか結構みんなしてますからね。そうなんや、うん、桜井君もヨガやったりとか。ヨガやってんの、ヨガやってんですよ。それがあってから、うん、それがあってから少しジムのトレーナーの人がメニュー変えた方がいいっていう話で、うんうんうん、あとはヨガとかもうその筋肉とか柔らかくするのでいいって言うんで、おばあさん方に混ざって、うん、脳梗塞体操とか。あ、そう、脳梗塞体操。でもちょっと頭痛になってもまだ嫌な予感が。そうなんですよ、ね、あ、それはあるかもね。今日も怖かったんですよ。何や、この間なんですか、プロモーションの流れ的に、うん、金曜が、うん、
ミュージックステーション、うんうん、1日明けてまあまあね、うん、完全に他の番組の珍しいですよ。いや、なんかやけど、はっきり言いましたね。僕らが言うことあってもゲストがなかなかここまではっきりミュージックステーション駅名をはっきり歌ってそうだ。何を言ってうちやんか、それで、うん、ここダメだったじゃないですか、はいはいはい、ダメだ。もうこれでこんななったらシャレになんないなと思って、普通の頭痛になってもちょっと嫌やな、はい、そうなってくると地震とか どっちなんやろっていう地震とかも怖いんですよ。これ俺の頭が揺れてるのか。なるほど、怖いね。でももう全然大丈夫なんでしょ、うん、う大丈夫ですね、はい、サッカーもやってるもんね、うん、でもヘディングしなくなりました。あ、サッカーで怖いらしくて。もうそうね、サッカーもどんなチャンスでもヘディングはできへんねん。できないです怖いですね。あんまでもサッカーはやれへんわ、いいんじゃない。そうなんですけどね、うん、そうなんです。いや本当にとうとう本当にゴール決めてしまうかも。自分でゴール真っ白。怖い怖い、そんなことはね。でも休んでる間やっぱテレビとか見てるわけでしょ自分らも。うん、見てましたね。ただなんかほら聞いたらやっぱりテレビ出るの苦手やみたいな感じやんか。見るのは全然あれやけど。おお、すんごい苦手。いつももうテレビ出て、うんうん、ええ、終わった後もすんごい落ち込みますね、ええ、たあの自分らが出てそれオンエアでやっぱり見るでしょ、ええ、うん、ええ、その時にやっぱりこうダメ出ししたりするわけ自分らで。あのオンエア見たら、うん、割とあの字幕に救われてる部分たくさんあって、はい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 、うわーよかったとか、あと、まあ、鈴木くんが結構はい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 、やってくれるので、まあ、私の場合大体こう使えないものばっかりこうまた無理だと思って、いやただほら自分らで見ててあーって思うんやったら、あ次出た時にじゃあもうちょっととか違うやん、ね、何を落ち込むことが、うん、別にその何を落ち込むの。いやまあ歌は、いいんですけど、こうおしゃべりの方ですね。いやいや、そうそう、うん、そういうところをテレビの前中に出ていっちゃいけないなっていうのがすんごく、いやいや、それはやっぱりこう普段見ちゃうてておもろいことやったらメモに取るとかせんと。まあそうですよ、これ使えるな。いやなんでそこまでのしないと。じゃあじゃあ他の人らがほら出てて喋ってるの見てるとあうまいことやっとんなとかって思う、自分らよりも。いや皆さんお上手だなって思いますよね、なんか、うん、僕らの見てると、うわなんか自分たちの見ると、うん、がっかりするんですよね、なんか、まあ、そうがっかりっていうか、もうね、いやいや別に、まあまあでもやっぱりいろいろこう自分らでキャラクターつけていって本当は2万34歳だとかさ。ここのグループだ。寒いね、お前。我が輩はとか言って